カイセリ県はトルコ中央部、中央アナトリア地方の県。北から時計回りに、スイバス、カフラマンマラシュ県、アダナ、ニーデ、ネブシヒル、ヨズバトの各県と接している。県とは、カイセリであるが、カイセリは、ハクラー、インセスコジョシノン、メリークガージー、トラスの都市県の故障である。この都市県の人口はおおよそ90万人。トルコの神話と、 密接な地域を多く持っており、トルコの歴史に重要な地域である。アナトリアの中央部に位置しており、エルジェス山、ハッサン山、アリ山などの山々に囲まれている。アリ山は有名なアリババの話にちなんで名付けられており、アリババはこの近くに住んでいたと言われている。アラダーラーの崖に流れ落ちる滝エルジェス山は、カイセリの2 5トル南に位置している。この山は、 中央アナトリア一高い山であり、鹿山である。カイセリの歴史に最初に名前を残した町はまさかである。さらに、ローマ時代、この県はカエサルにちなんでカエサルアに変更される。その後カエサル派1084年に、ナニシメンド王朝に征服され、さらにこの地を占領した、セルジューク朝、トルコがこの県を、新しい建築やモスクを建てることで近代化した。この時代、 スイハハネというトルコで最初の病院が建築された。これはツルタンの娘、デブヘルネシベハトゥン王女が設立し、1206年に終了した。オスマン時代にカイセリはトルコの芸術や死の滅カになった。セイ度ブルハネディーンがこの地に住み、カディブルハネディーン、セイラニなどもこの地に住んだ。シーナリーは1807年に生まれた。またミマは、 カイセリ出身である。トルコの神話では、ハッサン・ババという男は毎年8月になるとアリババに、山から溶けない雪を持ってきたという。現代では、近代的なビルやミュージアムが建っており、特徴的なモニュメントや像が見られる。タクシー、バス交通が使える。カイセリ国際空港があり、ターキッシュエアラインズが出ている。ありがとうございます。